新幹線駅の駅舎のデザインが作成されました。九州新幹線長崎ルートの武雄温泉駅の3つのデザインが鉄道運輸機構から武雄市に提案されました。このうち A 案は自然と調和するダイナミックな駅、 B 案はリズミカルに街へ溶け込む駅、 C 案は温泉街に馴染む歴史と新しさを感じる駅です。3つの案は武雄市が昨年7月に伝えた温泉の癒しと四季折々の武雄の色などのコンセプトをもとに作成されました。九州新幹線長崎ルートの武雄温泉駅は現在ある武雄温泉駅の南側に併設されます。また同じく九州新幹線長崎ルートの嬉野温泉駅のデザインも鉄道運輸機構から嬉野市に提案されました。 A 案は山あいの揺らめきの駅、 B 案は湯どころの趣のある駅、そして C 案は光と影のぬくもりの駅です。新幹線駅では全国的にも珍しい曲線的な大屋根を基本とし、それぞれの案は嬉野の自然や歴史、伝統工芸からイメージを取り入れた外装に違いがあります。